のハイエンド最上位機種の、スピニングリールになります。一番変わったところですね、 CMG ローターという、新しいローターを採用いたしまして、あの、アグレッシブなフレームを採用いたしました。これによってですね、ローターの自重が 13g 約 30% 軽くなったことで、回転のレスポンスが非常に良くなりました。巻き始め、巻き終わりですね、こちらが非常に軽く滑らかに止まってくれますので、イメージ通りにスムーズに、素直なリールが回転がしてくれますね。それから、もちろんただ軽いだけのリールではなくて、ギアボックス、こちらが新しいものに変わりました。ワンピースの一体型のフレームと、マシンカットのオシレーションギア、こちらが採用されました。ギアの剛性強度、耐久性、こちらも上がっております。またですね、レボ MG エクストリームハイエンド最上位機種ということで、付属品が、充実しております。こちら、シンカーキーパーですね、ダウンショットキーパー、グアルフックキーパーとしても使ってもらえるキーパーですとか、お好みで使い分けていただけるグリップ、最初から共通装備で両方ついてくる、はい、共通装備で2つついてます。それからですね、ドラッグのクリックオンですね、クリックオンがちょっと小さいっていうお声がいただいたりもしますので、大きい音に変えていただけるようなクリッカーですね、スプリングを交換用でついております。こういったリールケース、ハードのリールケースも付属させていただきまして、合わせて最上位機種のハイグレードモデルとして発売させていただくということですね。バッツリだとどこら辺のが一番、もう 155g とかになってます。そうですね、一番軽いモデルが 155g 旋盤ですね、旋盤モデル、はい、こちらはアジ、メバル、トラウト、そういったところのライトゲームにおすすめになります。4ポンドだと、75m から 80m ぐらいですね。じゃあバスのライトリグで使いたいなんて人も、これでもいい。そうですね、バスのライトリグで使われるんであれば2000番から2500番、はい、こちらがおすすめですね。2000番ですと4ポンドで 100m、はい、2500番で6ポンドで 100m のキャパシティになりますので、どちらでも使っていただきやすいかなと。これ海でも、はい、ソルトでも対応しております。ソルトシールドベアリングという、非常にこう耐食性の高い、はい、サビに強いベアリングを使ってますので、いわゆる一般的なそのソルト対応のリールよりもさらに安心して使っていただけます。もう店頭にはいつぐらいから順調にいくと、予定としては3月末から4月頭ぐらいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。